はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の奇跡と方程式丸1をお送りします。で、前回まで2つの円だったんですが、ここから奇跡をやっていきます。では、そのスタートだね。で、今回は問題が3問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ奇跡の奇跡、あ、でもね、ちょっとこれ多分イントネーションなんとか間違うと思うんですけど、奇跡の最初の動画なので、まず奇跡が何かっていうのを掴んでもらう動画になります、今回は。で、全部3問共通して、次の条件を満たす点 P の奇跡を求めようという問題です。で、1番はY 軸との距離が4である点 P です。で、これなんですけど、これね、奇跡っていうのはその点 P が辿った足跡みたいな言い方をたまにね、する先生もいるんですけど、点 P ってここでも OK、 ここも OK、 ここも OK、 それをつないだらどうなるのっていう、その P が辿った足跡だよね。そこが奇跡と言います。で、例えば Y 軸との距離が4であるところ、それを探していくとね、これちょっとね、図を描けば一瞬で解けるので書いていきましょう。これ X 軸、これ Y 軸ね。で、 Y 軸、まあ、ここ縦ね、 Y 軸との距離が4である場所ってどこだって探していくと、距離が4でしょ、つまり4離れてればいいから、ここのこの部分、4のとこね、もちろん4離れてるじゃん。でもそれって上に上がって、ここでも4離れてるし、ここでも4離れてる。もちろん下に行って、ここも4離れてるから、その Y 軸から右に4離れたところって全部距離が4のとこなんだよね。で、そこの足跡を全部つなげると、4かぶせよ。こうなるじゃんか。この直線って Y 軸と距離が4でしょ?だからこれが答えなの。で、この直線どう表すかっていうと、これ X イコール4だよね。だから答えは、で、これ必ず直線とか円っていうのを書くようにしてください。直線 X イコール4です。ただし、これ距離が4ってことは、こっちでも OK だよね。マイナス4のところ、これも4離れてるから距離は4じゃんか。つまりここの直線も距離が4と言えます。だからこっちも答えになるので、もう一個、直線、間違った。X イコールマイナス4と。この2つがまず1番の答えになります。これはもう図形とか図からね、判断して OK です。で、次が点4のマイナス1からの距離が3である点 P です。で、これはですね、ちょっと待ってね。これも一応書こうか。X 軸、Y 軸ね。2番で、そうだね、ここ書いた方がいいね。で、ちょっと軸角から待っててね。4のマイナス1だから、ちょっと上目に書けばよかったな。下がもしかしたら入ってないかも。あ、ちょっとはみ出たかな、この辺だね。おごめん、もう一回書いていい？軸をちょっと上に上げよう。ちょっとこの辺にしますね。で、こうなってるので、まあ、点4のマイナス1、これが、まあ、この辺かなにしとこうか。で、この点からの距離が3なのね。で、これはこの問題に限ったことではなくって、ある点から距離が3のところって、例えば距離が3がここだったら、これ3離れてるでしょ?ってことは、この辺も3、この辺も3、この辺も3離れてる。全部つなげるとどうなるか、これちょっとごめんね、曲がったけど円になるんです。あのコンパスをイメージすると分かりやすくって、例えばコンパスをこうやって3センチで測って刺したら、点からの距離が3でしょ、全部こうやって回すと。だから、ある一点からの距離がほにゃららっていうところの軌跡に関しては円になる。だからちょこ消しちゃうね。今、中心がここだから4のマイナス1なの。で、距離が3離れてるから、まあ、こんな、こういう感じかな。
つまり半径が3になるんだよね。なので中心がこれ、半径が3になる円が答えだから、さっきも言ったようにちゃんと円って書くんだよ。円、中心これだから x-4 の2乗プラス y プラス1の2乗イコール、半径3だからね、2乗して9と。これも図から判断することができるね。これで答えというふうになります。で最後ですね、最後2点 A と B があって、そっから等距離にある点 P をやっていきます。で3番は、そこに書くんだけど、図を上に書こうかな。一応3番打っておいて、で2点 AB があるから、これちょっと適当に書いていいかな。 A があるで、こうやって B があるとします。でそっから等距離、まあ、同じ距離だよねっていうことなので、例えばここを結んだちょうど中点、ちょっとこの辺にしようか。これ絶対等距離だよね、同じ距離にある。でこれだけかっていうと、これちょっと上に上げてこの辺に点を打っても、こことここの距離が同じになれば等距離でしょ。下ももちろん OK だよね。だからこれ何かっていうと、AB の垂直二等分線になるんです。いいかな。それが2点から等距離にある点となる。いいね。で、これはいろいろ解き方があるんだけど、あの例えば、P を、これ求めたい P を XY って置きます。と置くでしょ。だからつまりまあここ例えばこれね、 P って置くと。で結局 AP と BP が同じになるので、 AP イコール、これちょっともう一個の解き方もやりたいんで、ちょっとちっちゃく書くよ。 AP イコール BP になればいいから、まあ2点間の距離だよね結局。で2点間の距離で A と P の距離は、どっちか X から引くか。 X プラス1の2乗プラス Y の2乗、これ2点間の距離の公式ね、これが AP です。で、イコール BP もこれとこれで解けばいいから、x-1 の2乗で、y-2 かの2乗で、ルート。まずこうなります。で、これを両方2乗して、まずルートを外すと。で、全部整理すると、x の2乗と y の2乗、きれいに消えます。で、残ったのが、ちょっとこれ整理しちゃうね。残ったのが、x プラス y マイナス1だよね、合ってるとなる。だから答え、これ直線だからさ、直線 x プラス y マイナス1イコール0と。いいかな、こうやって解けば OK です。でもう一個の解き方としては、これ AB の垂直二等分線って分かってるので、まず AB の傾きじゃ直線出しちゃいます、まあ、傾きかを出してしまう。で傾きを出すと、一応言ってみようか、これは別解ね、 AB の傾きが、まあ、X の増加量分の Y の増加量なので、ちょっと暗算していいですか、2で1か、傾き1になります。だからこれ、これとこれ、求めたいこれって垂線でしょ、もちろん垂直二等分線だから。だから傾き同士かけるとマイナス1なんだよね。なので求めたい直線の傾きがマイナス1ってことがわかる。いい？だから y イコールマイナス x プラス b ってことがわかるんです。まだ b わかんないけど、傾きだけはわかる。で、あとは中点通るってわかってるから、これとこれの中点求めます。そうすると中点はそれぞれの x 座標、Y 座標を足して2で割ればいいから、こっちが足して0だから0か、でこっち2だから中点は0の1なんだよね。で0の1を代入すると、これ B が1になります。だから求めたかった直線は Y イコールマイナス X プラス1ということが分かって、これ全部右のやつ、右辺あと左辺に持ってくればこれと同じだからね。で直線同じように X、 ちゃんと直線つけてね、 X プラス Y マイナス1イコール0と解いてももちろん OK です。いいかな。
なのでまず軌跡に関してはこういうものなんだと掴んでおいてください。この後も続いていくからね。では今回は高校数学数2の軌跡と方程式丸1をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、ちょっとシリーズでこれも続いていくので、もしよかったらね次回の方を見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。